ジです。今日はですね、こちら福生市の米軍横田基地第5ゲート前に来ております。今日の企画はですね、なんと米軍横田基地を一周しようという企画です。だいたいこの米軍横田基地一周約16キロあるんですけど、さすがにちょっとこの炎天下なんか長距離歩くのはちょっと危ないので、今回このちょっと愛車を使ってサイクリングしていきたいと思います。でこの、第5ゲート前を反時計回りにスタートして、あっち方面ですね、向こうの方面から進んでぐるっと反時計回りに回ってまたここに戻ってくればゴールという、コースになります。で今年ね、ちょっとこういうご時世なんで、毎年やってた日米友好祭っていうのを9月にやってたんですけど、今年はちょっとできないみたい、中止になったんで、せめて今回は今年はね、基地の周りを回って、まあちょっとね、米軍日米友好祭の気分を味わってもらいたいなっていう思いでちょっとサイクリングしてみたいと思います。はい、まあちょっとね、どんな旅になるか分かりませんけど、この福生市第5ゲートをスタートして向こう行って、立川に入るのかな、立川、武蔵村山、瑞穂町、羽村市でまたこの福生に戻ってくる感じですね。はい、まあ、というルートになりますので、早速自転車でスタートしたいと思います。で、ちょっと見てわかる通り、向こう側ですね、ちょっと自転車の走行がちょっと結構危険な場所なので、ここ国道16号なんですけど、なのでちょっとこの区間だけ歩道を走らさせてもらいます。こちらからちょっと行きたいと思います。この16号沿いいろんなね、カジュアルストリートだったり、ちょっとアメリカンチックな店が多いんですよね。結構楽しみます。というわけで、ちょっと早速、サイクリングしたいと思います。はい、それでは、スタート。午後2時50分過ぎスタートします。暑いですね、35度近いですね、今は。ちょっと基地沿いに行けないんですけど、ちょっと復帰するまでね、いつか近いのでちょっと走ってみましょう。あ、これが横田基地かな、見えてきましたね。この左手側がこれ横田基地の施設内ですね。映ってるかな、もうこれ、ね、左側が横田基地のこれ、ね、滑走路の誘導灯のところかな。もうちょっと左に曲がります。これ、ね、基地の南東部っていうのかな。本当に今日天気が良くていいですね。うわ、なんか虫が飛んできた、危ない危ない。はい、こう右急カーブ、まだね、横田基地沿いに走れてますね、この辺は。
この長い長い下り坂を君を自転車の後ろに乗せてブレーキいっぱい握りしめてゆっくりゆっくりてくゆっくりゆっくりてく。あ、ここあのすぐ横が横田基地の道路ですね。あ、いい感じ、いい感じに並走してますよ。ここからちょっと住宅街に入っていくんですけど、それでも基地沿いにね行ける道あるはずなんで、ちょっとそこ探りながら行ってみましょう。あ、もうこう武蔵村山市入りましたね。多分稲平って書いてあったんで、はい、武蔵村山市入りました。あ、こう、ゲートですね、ここ横田ゲート、武蔵村山側のゲートですね。あ、これ行ってないのかな。ストップって書いてある。ちょっとこれ行き止まりですんで戻します。この辺はもうね、あの武蔵村山市の閑静な住宅街の中なんですけども、でそんな中突如として現れるのがこの前方に見えてきた横田基地ですね。横田基地のフェンスです。はい、ここが横田基地です。復帰しました。どうもこんにちは。左がアメリカ、右が日本っていうね感じですね。こう、この住宅事情。本当これ、ね、近いね。基地と日本が。でこっちの方もね畑がすごい広がってきますね。うん。あ、広大な土地ですね。なんかね畑の中で焼き鳥なんか拾っちゃったりしてね。バカ野郎。こっちは畑だからちょっとまあ入れないんですけども、なので向こうに見えてるのが横田基地ですね。でちょっと畑入れないからこっち側ですね、ちょっと一旦離れます。まあね、あの畑の中で薬莢なんか拾っちゃったりしてね、バカ野郎。いや暑いな本当に。まあね、ちょっと今年はね日米友好祭横田基地で開かれないんで中止になっちゃったんでね、残念ですけど、ちょっと去年行ってきた時の、画像がありますんで、そちらちょっと静止画ですけどご覧ください。でもねオスプレイとかも展示されてて、すごい間近で見れてやっぱすごかったですね。あとアメリカの食べ物が食べられるのがね面白いですよね。向こうのゲータレードとかなかなか、ね、日本で手に入らなさそうな食品とか買えるのも結構楽しいですよね。この辺にあの演奏町のジョイフルホンダがね近くにあるんで、結構抜け道になってるかもしれないですね。ジョイフルホンダも好きですけど、あのファミレスのジョイフルも大好きです。はい、こう東京都水戸町ですね。あ、こう横田基地ですね、これ間違いなく横田基地の道ですね。はい、横田基地沿いに戻りました。あ、でも向こうはあれだ、狭山丘陵ですね。
あの以前歩いた埼玉県県境歩き旅、あの時歩いた狭山丘陵がね向こうの方に見えてますので、あちらですね、向こうの画面の右側の奥ですね、あれは狭山丘陵ですので、埼玉県東京都県境歩き旅狭山丘陵編ね、興味ある方はじゃあリンク先からご覧ください。本当この辺もねのどかのところでいいですね、道もまっすぐで気持ちいいし、まあでも本当基地沿いの道ですね、ここはね、フェンスがあって、ちょっとこっち行けないのか、あ、ここもあれですね、ちょっとこっち道危ないから自転車こっちの歩道可能だそうなんで行ってみましょう。はい、こちらの自転車あの歩道も通行可能だそうなんで、ちょっとこちらが行きたいと思います。ちょっとね、そこが危ないもんね、道が。ちょっと助かりますね。ちょっとこちらのね、横田基地の北端エリアの方になりますね、北側。これがあの八高線の踏切になりますね。で、我々が行くのはこっちですね。我々って一人しかいないか。こっちです。まあ、横田基地がね、左側にずっと続いてますね。はい、今羽村市に入りました。最後の街ですね。東京都羽村市。羽村市の区間もあっという間なんで、すぐ福田市に入る予定です。あ、もう福田市入りますね。もう福田市です。はい、冬は福田市入りました。早かったですね。あとはもうゴールの第5ゲート前目指したのみです。見えてきたな、あれがゴールですね。第5ゲート前もうすぐです。はい、ゴール。はい、ゴールしました。はい、第5ゲート前に着きました。お疲れ様でした、にっちゃん。はい、そんなわけで、米軍横田基地一周サイクリング、いかがだったでしょうか。あ、ちょうど1時間ぐらいですね。あの、だいたい今、はい、ちょうど約1時間のサイクリングでした。一応ね、まあちょっと今年ね、米軍のあの横田基地の友好祭ね、日米友好祭行けないんですが、まあ来年ね、できるようにちょっと期待したいと思います。以上、わじたびチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また、よろしくお願いします。横田基地。